選挙候補で書いたこととか、えー、そのほか知事になったら、えー、やりたいようなことをおさらいとしてお話ししますんでフリップ見てください、えーねえー、やりたいことはまず小池さんがほっぱらかしにしている摩の活性化とペット殺処分ゼロの話です。 えー、多摩地区で最初何をするかっていうとこんな感じですね。えー、上野から動物園を引っこ抜いて大型動物園というカテゴリーを多摩に特化させます、えー。今上野公園ってあの修学旅行とかインバウンドとか旅行者含めて人騒ききれてないんで、あの観光要素を削った方がいいと思うんですよね。えー、であのー、今まで学校行事で上野動物園に落ちてたお金を多摩に流して。 さらに宿泊にかかる公金を投入することでままずエリアの基礎体力を上げていきますで同時に若い層が楽しめて所沢とか相模原辺りからの集客も望める箱物を作って一緒に周辺のインフラ整備を進めていきましょうという感じです。であの上野の動物園の跡地には保護犬保護猫を集めて全頭生涯にわたって飼育します。 で人前に出せる個体を使って、えー、在籍数世界一の犬キャバネコキャバをオープンさせます、えー、東京都がサポートして運営会社を作ってあのこんな感じで、えー、稼げると思いますので、えー、都民税をたくさん投入する必要もないと思います、うん、よかったよかった、はいはいえー、次に東京都からの文化の発信をもっと上げる話ですね、えー まず NHK をどかしてもらってですねあの渋谷区神南一の一というふさわしい場所にふさわしい文化施設を作りますこれってあの政府のクールジャパン構想にも即したものでありますし東京都にとっては文化的な公共事業と定義するべきものです従いまして公共事業を行うために NHK に立ち退きを命じたり応じない場合には強制代執行をかけるのは合法です 私と知事になったらやれるんじゃないかなえー、っといずれにせよ NHK っていう独立行政法人が東京都の活発な地方行政を邪魔しているのがダメですねはいご期待くださいえー、っとそれから割と注目度の高い子育て支援なんですけどもあの給料とは別に子ども1人につき5万円の育児手当を会社から支給して 出した手当の額に応じて法人税などを優遇するようにすれば子育て支援だけで毎月振込手数料をかける必要もないのでコスパもタイパもいいと思うんですよね。で育児手当を支給するほど子育てを応援するホワイト企業なわけで取引先を選ぶ重要なファクターになると思います。つまり 子,ってえー、と子,子育てをしている社員が多いほどその会社の社会的地位が上がって業績も上がると思います。えー、と私が都知事になったらそういう感じであの独身の社員同士で大っぴらに社内ラインができてお姉ちゃんが孕らんだら刑務する、えー、経理とかが飛んできて「でかした絶対埋め」って言いながら結婚式の費用100万円まで会社持ちとか、えー、そんな時代がやってくると思いますすもうすぐです。 あと個人事業主の場合はあの会企業が支給する育児手当1年分を東京都からボーナスとして支給するのがスマートだと思いますよ。はい、であのこの手の話すると非正規の人たちはどうなるって言われるんですけどもあの子どもを作って育てるんだったらあのどっちか片っぽだけでも定職につけようってことでいいと思います。はい、あでもあの少子子化対策とか子育てて支援って 平たく言うとあのお金あげるから日本の女は産む機会になれってことだと思うんですけどなんかこれフェミニストの人たちが文句言ってるの聞いたことないんですよねまあ不思議ですねまあいいけど <laughs> でもって定職に尽きてないから子育てができないっていう人にぴったりの会社をスタートアップさせます、えー、それが株式会社出稼ぎと買い占めですね 株式会社というのは地方と契約結んでブロックチェーン技術で食の安全を確保しながらフードロスの削減と公立学校の給食などのコスパを良くする会社です。第一次産業については都民の90%がただの消費者なので東京都がこういうのをやらないでどうするって感じですね。それから株式会社稼ぎの方は 働く場所や職種を自在に組み合わせられる新しい働き方ができる会社ですあの人口の多い東京から地方へ出稼ぎに行くのがこれからのスタイルだと思いますよ、はい、どちらもあの東京都のサポートでスタートアップするものなので、えー、皆さんで正社員になりましょう、はい、で最後にあの新築住宅の太陽光パネルの設置義務なんですけども 私反対なんですね、えー、まず23くらいの既存の建物に後付けをして実証実験を重ねるのが先決だと思うんですよねはいえー、あの国会議事堂の黒いパネルで覆うとひときわ大人の雰囲気ですよねあとあの首都高の側もですねなんかあの 黒いいいいパネルって張り巡らせるといいんじゃないですか、ね、っと個人的には日本製のプロブスカイト海洋電池で実験やりたいところなんですけどまあ,あそっちでやってるやり文句ないんですけども、えー、そういった感じで都庁舎も表面積が多いので張りがいがあると思うんですけれども都庁舎にあの黒いパネル張り巡らせちゃうと「のり弁調舎」って言われちゃいそうなんで。あの はいそうなんで、はいえまあ、そういうわけであの私は私であの死なない程度に頑張ってますんで皆さんも頑張って投票所行ってくださいねあの今回はいろいろ実用的で素敵なアイデア唯一出しまくってる私でいいと思いますはいあの職員の人たちとも仲良くやれると思うんで じゃあそんな感じであの一つよろしくお願いします。はい、ベストリーガーズホカリでしたと。